たタイミングでサンフラお祭りやいうことでちょっと1曲歌わせてって無理にお願いしたのに遅刻してしまってすいません、ごめんなさい。ですね、ちょっと明日に本番を控えておりまして喉の調子があんまり良くないのでと思ったんですが、1曲だけ聴いていただきたいなと思いまして、私普段ゲームソングだったりとかテレビ CM のね歌を歌っております。33頭の小寺の長女の小寺かな子と申します。自己紹介ついでにというか、さっきご紹介していただきましたテレビ CM、 皆さんもしかしたらこれやったら知ってるかなっていうのがランドセルのセイバンさん、長いこと使っていただいてますが、セイバンっていう声とかねこれ知ってますか、ランドセルセイバン通ってくださいね、入学のシーズンでねとかですね、あと関西でしたらテレビの情報番組テンっていうやってますよね、ミヤネ屋さんの後にやってるのかな、ちょっと東京ではやってない番組なんですが、そちらの声だったりとか何かとこまごましたところで声を使っていただいてやりくりしております。そんな私ゲームソングを歌っているんですけれども、最新作がこの夏に発売されたナユタの奇跡という、PSP ゲームの RPG のゲームの主題歌を歌っております。でそちらをすいません短いんですけども一番だけちょっと披露させていただきたいなと思っております。すごく楽しいゲームなので興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください、ナユタの星の物語。RPG 好きな方はね面白いと思うので、7月に出たばっかのかな、この曲は作詞もさせていただいておりまして、ライブなどでも今後もたくさん歌っていく曲だと思いますので、フルバージョンをぜひねどこかでまた披露させていただきたいなと思っております。名残惜しいんですけれども、ちょっとねちょっと声がねだいぶすいません、もう一曲歌いたいんですけど、じゃあ代わりに最近流れた CM カルビーカップエビセンとかも私なんですけど、あとね便秘にはコーラック2、わかりますかね、女性の方はねやっぱり大事ですよね、とかねクイックルワイパーとかね、まあまあちょこちょこやってるんです。そんな私今日はね何をしに来たかって言ったらただ歌いに来ただけじゃなくてですね、実はすごく久しぶりに大阪でのイベントを開催することができまして、急ですが明日なんですね、お昼に、ナンバ桜川フラミンゴジアルーシャというところでお昼の1時から歌ありトークありな感じで、今日さっき歌った歌はちょっとやらないんですけど、生のバンドで、
しっとり大人っぽく歌わせていただきます。興味のある方は若干ですけれども多分お席があと週あるかないかなぐらいは残っていると思いますので、興味を持っていただいた方はぜひ33との小寺の母と父が多分その辺で酔っ払っていると思いますので、剣とかあったりするのかな、なんかよかったら声かけてください。明日には声の調子をしっかりして、万全で挑みたいと思います。でまた大阪に帰ってきてこういう風にお祭りでもたくさん歌わせていただきたいなと思います。これからも頑張りますのでどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。